年取るんだから、はい、今朝鏡をしみじみ眺めてみた。とんでもない。
いいじゃない。終わったみんな早く帰らない。いい方この以前に言ったその後さ、還暦の時、赤井のプレゼントされたよ。だって余計なこと。俺は余裕あんだよ、だから。言うなよ、言うな、言うな、言うな。見上げれば鱗ごぼという歌、そのまんまの歌です。おかしかったね、今ね。この間から、誰かと
ど、割と最近作った歌を中心にね、最近でもここ1、2年ですけどやってるんですよ。そしたら司会者の人がね、ルイさん CD 出されてますって言われて言ってくださったんですけど、CD に入って曲1曲もやれんかい、何やろ今日もちょっと危ないとこやったんですけど、1曲だけ入れますね。この間ね、ちょっとある方がカバーしてくださったりしてた歌があるので、一番最近作ったアルバムの中から恋の話をしようという歌をやろうと思います。本物聞いてみよう。恋の歌もあるねんっていうことで私ですも変わらない。
柔らかい心で頬を染めて恋する私がいる。ねえあなたはどんな恋をしてますか。霧雨に濡れるこんな夜は恋の話をしよう。霧雨に濡れるこんな夜は恋の話をしよう。実はですね、私のすごく大好きなあのシンガーソングライターにタダヤンというのがいましてね、まあ、私が認定しているクソガキの一人なんですけどこれがめっちゃ口のヘラもみふたらしいやつなんですけど、歌を作るんですよ。で、2人でですね、まあ、のの知り合いながらあのツーマンライブをちょっとシリーズでやってまして、今まで2回やったんです。で、これはね、その、まあ、いろんな箱を変えてであの2人で、まあ、1時間ずつ番組をやって間にコラボ、ドキドキコラボタイムっていうのをやっててですね、お互いの曲をカバーし合ったりとかするんですけど、そこに必ずそこの箱のオーナーからお題を頂戴して事前にね、で そのテーマで曲を作るっていう、新曲を必ずこう発表するっていうことをやってて、で12月に1回やった時は「あの雪」という題で、お題をもらいまして、やりました。で1月にもやったんですけど、1月は、旅立ちというテーマをもらって、まあ、それぞれ曲を作ったんですけど、今度、4月にもまたやるんですけど、まだあのお題は何やったかな、お題はそうですね、物語なんですけどね、まだ全然作れてないんですけど、その2曲をやってみたいなと思います。旅立ちをテーマに作った歌で、小さな冒険というのをやっていこうと思います。できるかなちょっとこれはね、ちょっとこれはね、あ、いいです、置いといてください。
くなろう。やがては訪れる旅立ちの日のために、今までの経験から言うと、ワンシーズンに、そうですね、10日ぐらいは雪が降る、積もる感じですね。雪が降るのはもっと降りますけどね。で、ドカ雪が、今までの一番ドカ雪っていうのは、多分50センチは行ってないかな、40、50センチ積もった感じで、鎌倉を作ったことがあります。家の前でスリスリをしたりしたこともあります。それはまあまあ、よっぽどですけどね。で、この冬は本当に、積もったの、うっすら積もったのは1回きりで、凍結もほとんどなくて、なんかちょっと気持ち悪い感じなんですけど、ただまあ雪という件ももらった時に、私の中での雪っていうと、やっぱり能勢に住んでからのその何ですか、雪の感じがとても印象的だったので、それで歌を作りました。幸せの雪、ちょっと季節始めで終わって申し訳ないですけど、最後の曲です。ありがとうございました。眠ろう。
外は降り積もる雪、街から音が消えてく、澄み渡る夜、ありふれた一日が少しだけ特別になる、そんな日々が愛しくて、ただ愛しくて見えない何かにそっと感謝してみたりする。改めて気づく幸せの息、人を凍えさせる雪、いろんな雪があるけれど、時折小さな町を白い色に染める、ついたばかりの足跡、子供たちの声、寒いよ寒いね、痛いかけ合う言葉、ストームのドラミにおでん、窓から行きます。はい。